はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエストモンスターズ続きやっていきたいと思います。現在ね、ちょっとレベル上げたんですけど、まあレベル1だったですよね、竜王とかね。あと二軸弱ですけどね、まあ前のパーティーよりはちょっと弱いんですけど、まあレベル上がれば強くなるんでね。ということで、前回宝を3つ集めたので、ここいけるかな。なんと宝を全て集めてきただと。私は忙しいのだ。冗談もほどほどにしろ。いや、集めたよ。何、3つの宝集めてきただと。確かに間違いない。よし、城の中に入れ。おお。なんと3つの宝を全て集めたと。ということはお前が光のオーブを受け継ぐ。あ、お前なんて言って失礼しました。もしあなた様が次の魔王になった時は、この私めをよろしく。へへ。魔王様のおられる城は難攻不落の要塞だ。魔王軍でも精鋭の魔物たちが守っている。お、小さめだ。この奥には魔王軍の将軍様がおられる。くれぐれも失礼ないように気をつけください。おお、ダークホーン。本当に三つの宝を集めてくる者がいようとは。迷い、魔王様からの伝言を伝えよう。宝を持って越見の間に来るようにとのことだ。魔王様の城までは奥の旅の扉を使うがよい。ということで、魔王様に会いに行きましょう。セーブできるのかな。不思議な鍵とかもね、なんかちょっとね、手に入れたりはしたんですけどね。青いものの鍵だっけな。貴様、見慣れんやつだな。魔王軍のものではないな。お、デビルアーマー。これってどうなの。ダメだよね。弾き返され。エホマがね、なくなっちゃったのがちょっと痛いかな。命大事にやってんのね。これって宝かなんかあるの？うわっマジか。変幻ついてもダメだよね、多分ね。もうちょっとでベホマになると思うんだけど。それでベホマ覚えないときついね。む、お前神秘か？どこの所属だ？答えないところを見ると、もしかして敵のスパイか。うわ、敵戦うんかい。さて、じゃあちょっと強かったから、スクルトの、スクルト、ルカなんないの。ああ、スクルトないのか。最初からこうやるって話だよ。まあ補助大事だね。ここまで強いと思わなかったから、最初何もしなかったけど、結構強かったんでね。まあボスと戦ってると思えばいいかな。
あそこだね。階段があるね。うわ、遅れる遅れる。みんな人使いが荒いな。悪魔のツボ。無理なことばかり言いやがって、オイラが偉くなったら見てろ。全部いっか。14とかじゃやっぱきついよね。でも敵とか出てきてないから、まあ経験値そこそこ持ってんだろうなとは思いますけどね。解除する。いいね。それは美味しいよ。ただ持ってても回復量を上回るダメージとか食らう可能性はありますんで。さて。え？ここっぽいな。どうなんだろう。あ、なるほどね。下が行き止まりなのか上が行き止まりなのか分かんないからね。え？なんかだんだん、え？ここで合ってんのかな。上も回ってないのに。鋼の木は攻撃力上がるのかな。ああ、50増やすね。で、あとで何か戦うときに、やればいいかな。あ、ここだ。武道がいる。ちょっと、これじゃまずいか？武道だよね、あれね。ドラクエ6の。敵いないの？ここ。なんか精鋭で固めてるって言ったけど、デビルアーマーぐらいしか戦ってないよ。何もなかったら笑いんだけど。あ。で、サボってるとこ見つかっちゃった。ああ。なんかここ怪しくない？何もないか。色が一緒なだけか。宝なんじゃないかな。ですよね。あ、盗賊のリング。翼が上がるのか。あー、上がりやすい。上がりやすい。50増やす。まあ今装備してるのがレベル上がった時に、まあ上がっていくようなものなんで。行っちゃうか。
これってセーブできんの？できるわけねえな。でも結構近いよね、入り口にね。敵もいないしね。だったらちょっと無道のとこまで行けますね。何も敵いないから、レベル上げようかなと思ったけど、そうでもない。外にいんのかな？外って何のところで？ここら辺。多分飛んで戻ったりできるとは思うんだけど。アンドレアルが出てきた。アンドレアルとストーンスライムがいる。ムードをちょっと倒そうか、じゃあね。2個使えば仲間なと思うけど。アンドレアルやっぱ強いね。あ、そっちはないんだけど。ああ、違うんだけど。な、入ったかな？あ、入った、入った。一回仲間入れてますね、これはね。これと魔王の使いでも利用できるんで、まあ、利用とかね、ハテナ系作って、まあ、ハイゴストできるものもあるよね。さて。結構いいもんいるね。神竜の鱗とかね、ちょっと預けてきちゃってるので。そんなんちょっと下ろしてこようかな。ストーンスライムも入れたいけど、ちょっと肉なくなっちゃったんで。で、ここはもう来れるんで。ウーランセ。でしょ？あ、違う。こんなんとか手に入れてんですよね。青いものの鍵とか。だからまた後で行こうかなと思うんですけど。プロトキラーとか出てきたね。まだクリアしてないんですよね。ハテナが生まれる。あ、作っとくか。コアトルか、これ。アンドレアルとライオネって何生まれるんだろう。そろそろそんなん生まれそうだけど。あ、バトルレックスもハテナなんか。あ、なるほど。バトルミックスだったら深さしていい。いいね、いいね。バトルレックスと、まあ、頑固鳥もそうだけど、頑固鳥と、二軸弱がな、レベルちょっと上がりづらいんで、弱いんすけどね。ベホマーを覚えるぐらいまでやらないときついかな。サマヨロイと頭上までプロトキラーとかできるんですよね。あ、動く石像できるんだね。まあ、後でだね。
はい。さて、ここまで来ましたね。とりあえずレベル16まで上げたらベホーマ覚えたので、あとね、装備品変えましたね。よくぞここまでたどり着いた。さあ、宝を見せてもらおうか。お。天空の兜を渡した。鎧を渡した。口パカって開けてる。でも確かに約束の3つの宝を受け取った。ご苦労であったな。さあ、最後の試練だ。オーブを持つにふさわしいものか、わしが見極めてやろう。ですよね。はい。ドラケ6見ますね。まさかここで無道出てくとね、思いませんけど、普通は。ルカナン聞くか？ああ、下がんね。もう一回かけとくか。もうこっちもね、あんまり効かないような感じなんで。はい。あと、一応、友情の杖持ってきたので、ね、240。倍切ると覚えてもよかったですけどね。鉄カードを使ってきたね。でもまあ、強いからいいか。牙ね、装備させてるんで。まあ、あと放置でいけるかなって感じしますけど。バイキルトつけてもいいんですけど、またここまでレベル上げるの大変なんでね、つけてないってだけなんで。だから別なモンスター連れてきてもいいんですけどね。せめてベホマは欲しかったかなぐらいで。あんな、そんなのやるなよ。魔人斬りとか。HP が、なんか異様に高いね。やるな。だが、わしはただの門番に過ぎる。このわしも光のオーブで操られていたに過ぎるのだ。本当の魔王様はこの奥の部屋におられる。オーブが欲しければこのまま先に進むがよい。はい。ということで。ね。今回断らせていただきます。じゃあね、奥に何があるんでしょう。ということで。まあ、このまま行こうか。杖とかあったりね、バイキルトあったりした方がいいですけど、ないのでどうしようもないんでね。まあなんとかなるかなと思います。よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターなんかしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。